Earth! Yes. 今日もいちんち稽古やる。よしよしよし。じゃあ今日のそばから行こう。はい。今日の朝ごはんはカレー。昼ごはんはラーメン。夕ごはんはカツ丼。晩ごはんはマシュマロ。大切なものは炭水化物。そして最後に何時間はスープ。間違いない。よし行こう。よし。 1年生のゆっこちゃんだ。君たちのサポートしてくれるそうだ。ちゃんこ鍋作ってほしいときはこっちに言え。分かったか。こいつが何ならサボってたらお前らがビシビシ鍛えろ。分かったか。どんどん太らせろ。よし行くぞ。お願いします。よっしゃ、行け。最初はとりあえずキャッチングレースでしょう。 お前絶対にヒップホップテープしてんじゃねえ、壊しろ。なんでだ。お前、それは俺らが。俺らはお前。お前、うるさい壊しろ。お前、聞かした。お前、紛れだろこと、お前、好きだよって壊しか、お前。何言ってんだ。それはメールフォーだろ。お前だろうが、お前。どう考えても、お前の方が言ってんだよ。マネージャーグルーズ、すじばっか見てかよ。お前、その肉揺らしながらよ、お前。どっちが言ってんだよ。お前、お腹肉割れしてんだよ。お前だって食い食われしてんじゃねえか。なんでんじゃねえ、お前。やんのか。お前、やってるね。お前、これ。お前、肉出すな、お前、これ。なんだって、お前。 お前、なんでおめえのことなの。ふざけんじゃねえぞ、お前。お前、お前、よっこのこと好きなんだか、お前。おめえだよ、それは。ふざけんじゃん、お前。俺、お前、吠えちまってんだ、お前、これ。だって、知ってこれじゃねえか。ふざけんじゃん、お前。俺と、なんでもない。おめえ、それは。ふざけんじゃん、お前。おめえだよ、お前。ふざけんじゃん、お前。
デブが、お前みたいなデブ好きじゃろうじゃねえだろお前、あんなお前って俺よりデブじゃねえよ、ふざけんなってこわしょお前、なんだろこれ、何お前やんのかこれ、やってやろうじゃねえかお前、ふざけろお前、土俵際で勝負だよお前、これやってやろうじゃねえかお前、これお前、おい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 お前ら練習中何やってんだお前、あ稽古中何やってんだお前、あんたがあの女可愛い子お前入団させたからこんな小競り合いが起きたでしょお前。そうっすよ、俺のこと分かって分かってそこ連れてんじゃねえか、噛むなお前。あで何なんだっすよ結局喧嘩の理由は。それでこいつも惚れちゃったんだよ。あお前が惚れたんだろ、お前だろ、お前だろ、やめろいいからやめろお前ら本当に。あ分かったじゃあもう、あお前が直接言え、直接自分の気持ち伝えたろお前。じゃあ呼んでくださいよ。あじゃあそう、おー、マネージャー、あ、よっこ、ちょ、こっち来い。はい。あ、ちょっと、お前になんか、この二人から、ちょっと用があるみたいだから。あ、はい。聞いてやってくれ。早く言えよ、お前ら。下目見て。私は惚れてしまったでごわし。ゆっこちゃんの瞳、その立ち振る舞い。僕は、お茶を渡された瞬間、恋落ちたでごわし。付き合って、教えてくれ。とにかく入ってきた時から惚れました。お願いします。僕すごくみっこさんこと好きです。お願いします。今日からマネージャー。わあ、かっこいい人いるかな、マキユみたいな。え？てかめっちゃデブじゃん。え、待って、相撲部ここ。撮ってる？しかもなんか投げ方めっちゃ相撲じゃん、それもう張り手だよ張り手。もうやだ、めっちゃ汗かいてるし、ゼーハーしてるし、もう。他にイケメンいる部活ないのかな。サッカー部行こっかな。あ、でもバスケ部でもいいな。とりあえずもうちょっと嫌いだな。えデブとは付き合えねえんだよ。私は細身がタイプなの。もう真剣佑どこ。というわけで始めました。これ何あるある。いやあるあるじゃない、マネージャーあるある。マネージャーなの。まあ全員、もしも部員が全員デブでマネージャーに、ね、マネージャーに惚れちゃったらという、もしもなんでね、はい、そうちょっとね、ゆこさんには腹黒い役をやってもらったんですけど、本当のところどうなんですか。いやめちゃめちゃなんかそれっぽかった。そうね、力入れてやりました。本当にじゃあそういう感じなんですか。それは違う。悪いぞ。よかったそれは違うんですね。いやでもね、あんだけデブいたら多分そうなるんじゃないですか。確かに。そうそう、もし俺が女性だったら見た瞬間逃げますね。入んない、絶対入んない、間違いない。またあのこんな感じで、はい、ゆっこちゃんはね、あのあるある系もね、やってみます、はい、なるほど。演技力も高いんです。昔やったよ、ね、やってたんだね、やっぱだから入団したけど、また今後もやっていきたいと思います。はい、全員の、URL 貼っておきますんで、はい、ぜひそのほどよろしくお願いします。コメントもお願いします。はい、じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。壊す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 。普段言わないような言葉ばっかり言うから、なんかそわそわしちゃって。なんでええやたまには。たまにはこういうとこで発散してかん。これもストレス発散の一つ。そういうこと。でもちょっとデブ多すぎたな。なかなか4分の3デブってなかなかなくない？密度高いな。お前はだろお前。でもちょ、ゆこちゃんちょっと似合うわこれ。ありがとうございます。ちょっとあのマネージャー感で出まくってるわ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、